最近もっぱらの不正といえばビッグモーターが思い浮かぶのではないでしょうか。最先端設備でどこよりも綺麗に素早く修理と言いつつ、裏ではゴルフボールを入れた靴下を振り回し、車体を損傷させ不必要な部品の交換請求、1台あたりの修理工賃が14万円前後のノルマという悪夢のような現実が連日報じられています。33あった整備工場のうち、不正をしていたのは33の整備工場です。全部やん、いろいろと深い闇のところまで行き着いてしまいそうで、深掘りは有志にお任せするとして、ここではこの一連の出来事についておさらい程度にまとめてみましょう。点滴点概要、組織ぐるみの保険金水増し請求が問題視されています。過失という会社側の言い分と、会社上司からの指示という社員の主張の食い違いや、業界を巻き込む不正規模の大きさから、世間のみならず政府財務大臣や国土交通大臣からも事実であれば非常に不愉快と厳しい目を向けられています。てんてけてん、なぜ発覚したか。この問題が明るみになったきっかけは社員の内部告発でした。2021年秋から数回にわたり、損保の業界団体に過剰な請求を告発していましたが、ビッグモーター側のずさんな自主調査やもみ消しなどで問題が世に出るまで時間がかかったようです。再三の外部からの指摘により、7月18日に調査報告書を発表し、不祥事が大きく取り上げられるようになりました。てんてけてん、問題点、私はテレビを見ないので知りませんが、問題発覚当初はテレビなどではあまり積極的に報道はされなかったようです。ご存知の通り、ビッグモーターは広告を打ちまくっており、スポンサーである会社を忖度しているというメディアの図式も公平でないと指摘されています。また組織ぐるみの犯行であった場合、業界全体にまで同様の問題点が波及する恐れもあり、経済他業種への影響も懸念されています。てんてけてん、懸念点、疑問点、先述の通り、ビッグモーターの組織的な詐欺であった場合、それは中古車販売業界の慣例ではないのかと憶測はされるわけです。ガリバーの大株主の欄にビッグモーターがいます。ビッグモーター板金部門のトップだったのが今のガリバーの役員みたいです。ネクステージの雇われ社長はビッグモーター出身です。もうね、どいつもこいつもってことでしょうか。また普通に考えて疑問点なのが、保険金の支払いがこの会社だけ明らかに多いと保険会社は気がつかなかったのかということです。これについては、1、保険会社は請求情報を精査していない、2、他社も同様の詐欺行為をしているので気づけない、3、保険会社もグルなどとツイッターなどで考察されたりしてます。全部ありそうなのがまたなんともって感じですね。ちなみに内部告発が行われた頃、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上の3社が調査を実施し、水増し請求の疑いが発覚した際、修理作業員の技術不足、社内の手続きミスというビッグモーターの回答を損保ジャパンだけが鵜呑みにし、保険を復活させている経緯があります。今のところ損保ジャパンからの説明はないようです。こわてんてけてん、ビッグモーターの株価、自動車買取数ナンバーワン、車を売るならビッグモーターと連日クソメディアで CM を打ちまくってた会社ですが、株は非上場なので私たちは取引ができません。もともとは花店という上場銘柄が転換した形ですが、花店も上場廃止となってます。てんてけてん、影響を受けそうな銘柄、同業他社で目立った上場企業は移動 M、 ガリバー、トネクステージになります。あとは関連銘柄の損保ジャパン株価を見ていきましょう。てんてけてん、7599IDOM、 ガリバー、今回の件で連想され大きく売られています。まだ関連性、業界への影響などは不明なのでコメントは控えておきます。3186ネクステージ、明暗が分かれているようで、こちらは上昇しています。大型総合店の出店による中古車小売市場でのシェア拡大を狙っており、もしかしたらここからめくってくるのかもしれません。8630SOMPO、 損保ジャパン、ビッグモーターとの関係性次第では
株価にも影響が出てくるのかもしれません。出来高も落ち着いているので動くと一気にナイアガラになる可能性も感じられます。気になった株価は以上です。てんてけてん。後書き。このご時世にこの規模感で不正することにアルタネのたくましさみたいなのは感じるわけですが、今はレイヤワなんでもうこういう昭和みたいなノリは卒業する時期なんではとか思ったり思わなかったりするわけです。まあ令和は令和で超過みたいなノリもあるのでいつの世もってことでしょうか。先人思想が行き過ぎると独裁とかそういう方向に行ってしまうので、おのおのが節度を持ってわきまえ謙虚に生きていけたらいいですね。無理でしょうがね。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。日々の雑談や独り言などつらつら公開したりしてます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。